ミネさんのスタジオ田んぼ、はい、ということでいつもご視聴いただきましてありがとうございます。パーソナリティのミネ吉です。はい、今回はですね、いつもちょっとジムの方を、私訪問させていただいてるんですけども、今回は初めての、スタジオ編ということでちょっとドキドキしております。はい、で今回のスタジオさんなんですけども、奈良県奈良市にありますピラティス&ヨガハウスさんに来ております。はい、でこの代表を務めております、もみさんですね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今回ですね、このもみさんに、ちょっと僕が依頼しまして、スタジオの、スタジオ訪問させていただきました。で、もみさんですね、もう昔からの付き合いというかね、はい、はい、まあ、ちょっと付き合いの馴れ初めをお話ししていきたいんですけども、以前、勤めていた、会社でパーソナルトレーナーの方、そして私はそこで、社員として勤めていました。はい、そういうことですね。はい、私が以前ね、所属させていただきましたスポーツクラブさんで、マネジメントの方をね、られたと、はい、いう形で、最初はそこの出会いがあって、で、まあ、いろんなね、つながりがあって、で、今こうやって、お互い独立してまた再会するっていうね、あの素敵な再会を、ね、はい、嬉しく思いますけども、はい、ということでまた巡り合いました。はい、じゃあ今日はこちらのさんね、スタジオさんを、いろいろ紹介していきますので、またよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、それでは、スタジオの紹介の方に入っていきたいと思います。このスタジオの、場所は、奈良県奈良市で、学園前という駅の、北の方に、配置してます。でこの、周りのあたりはほとんど民家が多くて、まあ、あのお医者様であったりとか、あの少し、いろんな地域からゆとりのある方たちが、まあ、あの住まわれてるということを耳にしたことがあります、はい、なので、まあ、どちらかというと皆さんのんびりとした方が多いかなというふうな印象です。はい、で、この中の方入っていきますと、このように、はい、もう一面スタジオになっていまして、で今は、ピラティスの、器具ですね、リフォーマーを今2台置いているんですけれども、普段使わないときは折りたたんで、ここでマットの、ピラティスエクササイズをしたり、まあちらの上のあたりにあるんですけれども、まあ、ヨガのツールですね、あるんですが、こちらのヨガの方を、したりしています。はい、で、ピラティスの器具に関しては、リフォーマー、そしてキャデラック、そして、バレルチェアというふうに、ほぼすべての、ピラティスの器具がある状態です。はい、で、まあ、女性が結構いらっしゃいますので、まあ、女性ならではなんですけれども、こちらの洗面スペースになるんですが、こちらの洗面スペースも、まあ、あの女性の方が少しお化粧直しとかができるように、ちょっとゆとりのあるスペースを用意しています。はい、で、こちらがよいしょ、更衣スペースですね。はい、数名の方が一緒に着替えれるかなというぐらいです。中の飾りは私の趣味です。はい、はい、ですね。で、全体としては木目調の、まあ、温かみのある、スタジオをイメージしています。はい、で先ほどからお伝えしているように、ちょっと女性の方のご利用が多いです。で主に、私世代から上の方が多いんですけれども、まああのまあ、私たち世代になると、更年期の世代に入ってきますので、まあ、その方たちが来られた時に、ここでちょっとリラックスができるような環境ということで、温かみのある、環境を作っています。はい、こんな感じですかね。はい、はいはい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ピラティスが初めてということで。はい、そうなんです。でここのリフォーマーも僕はまだやったことがないので初体験です。今日はじゃあのベーシックな動きというか、あの、まあ、いろいろ体験していただけたらなと思います。はい、であのピラティスにも本当にいろんな団体があるんですね。であの伝え方も違ったりとか、うん、であの、まあ、クラシカルピラティスと言われる、まあ、あのエクササイズ的にこうするところもあれば、まあ、あの姿勢評価を重視するような団体もあったりとか、あのいろんな伝え方があるんですけど、うん、最終的ゴール地点のピラティスっていうのは一緒で、伝え方が違う
違うだけというように思っていただけたらなと思います、うん、なので、まあ、一つの方法としてぜひ体験していただけたらなと思います。今はまずはやってみるっていうような感じが多いですね。そうですね。であとは体の不調ですよね。例えば腰回り肩回りというような部分、うん、違和感のあるところはないですかというのは、お尋ねはしてます。ないですかね。そうですね、筋肉痛です。筋肉痛ですか、はい、じゃあ大丈夫ですね。で、最初こちらリフォーマー下がこのようにこう動くようになってます。バネがありますので、なので、まあ、基本的に寝転がるまたは、ボックスを使って上で、まあ、動くものなどが出てきます。まあ、基本的にはちょっと下が動くよっていうのだけ覚えておいていただけたらなと思います。はいはい、ではちょっと早速なんですけれども、では寝転がってみます、はい、で頭がこの中に入りますね、はいはい、でこのまま寝転がっていきます。でこの上に足を乗せていくんですけど、足を乗せるのでフットバーと言います。そのままですね。はい、で、呼吸法なんですけれども、まあ、基本的には胸式呼吸と言われる部分になるんですが、まあ、ここをこうどんどん伝えていくと今日ちょっと長くなっちゃうので、まずはまあ呼吸を止めないようにということを意識していただけたらなと思います。はい、ではですねちょっと早速動いていきたいと思います。で、私たちの私が学んでいる団体では、V の字にすること、このようにピラティススタンスというんですけれども、こういうふうにかかととかかとをこうやってつけていきます。で男性ですがハイヒール履くことはないと思いますけれども、かかとをこのように上げていく、こうハイヒールのポジションですね。で腕を長く伸ばしておいてください。はい、では手のひらこうですね。でこのまままずは膝を伸ばしていきます。はい、では膝伸ばしてみましょう。最初怖いですよね。はい、で膝曲げます。こんな風にバネが動いていきます。ではもう一度いきますね。少し負荷がかかってるんですか。そうですね、バネがこのように、5本ついているので、そこでまあ調節しながらやっていきます。では最初はフットワークシリーズと言われるものですね。ではちょっと骨盤幅にこのぐらいで、はい、では少しスピードアップで押し出して戻します。背中でこの下のマットのことをキャリッチと言いますが、キャリッチを押し出していくようにいきます。最初どうしても肩でねこうやって押しちゃうんですが、背中を重たくというような感覚でいきましょう。そうですね、まあ、これがウォーミングアップです。じゃあ今度は足を閉じてアーチという動きいきますね。土踏ます、で内もも閉じます。この状態で押し出していきますね。はい、ではどうぞ。動き自体は同じです。ポジションが変わっていくというですね。まあ、小鳥が止まり木にこう止まっているようなイメージ、はい、まあ、足の裏を温めながら、そして呼吸を整えていくという動作になります。そうですね、さすがですね。あと1回いきましょう。はい、では今度ヒールといってかかとに変えます。で足先を天井方向に向けます。でこのまま押し出していきますね。でピラティスのポイントってこのセンターラインといって、体の中心をしっかりと見つめながらというのがポイントになりますので、こう動いている時にも若干今右にこう足がずれたりすると思いますが、中心かなというのを確認しながら、そうですそうです、そうすることで右と左のバランスを整えるという意味もありますね。じゃああと1回いきます。はい、では次天段ストレッチです。 V の字にして、はい、ハイヒール出てきました。はい、ではもうちょっと骨盤幅で、はい、では膝を伸ばして、今度は膝を伸ばしたままかかとを下の方に、私の方に押し込んでいきます。で上げていきます。これ繰り返しましょう。まあ、ふくらはぎやアキレス腱のストレッチになりますが、お尻もこう包み込まれるような感じで伸びていくかなと思います。であとは頭の位置ちょっと高くしたままかかとを下に下ろしていきますね。そうするとちょっとお腹がクッと引き上がると思います。この状態をちょっとね常にちょっと意識していきますね。ではラスト1回いきましょう。相手はかかとを上げて膝曲げて戻します。はい、では、ピラティスでよくハンドレッドってあると思うんですけど、それをちょっと今からしたいと思います。はい、では足をこのように床と平行に持ち上げるポジション、これをテーブルトップポジションですね。この状態で出てきました。こちらのストラップ、長い方を、ね、手で持っていきましょう。
はい、で脇を閉じてクスッと伸ばしていきます。おお、はい、では下で止めてみましょうか。はい、で手首もまっすぐにしていきますね。ここで上下に腕を振っていきます。上下に振りながら呼吸は吸って5回吐いて5回、吸って2345、吐いて2345。そうですね、まあ、体力あり余っているということはお伺いしてますので足を上に伸ばしてみましょう。はい、では腕を止めずに動かしていきますね。で体を起こせそうだったらバストの下から体をもうちょっと起こしましょう。もう一声、はい、では腕振ります。はい、どうぞ。はい、でここはねリラックスしていきます。そうそうそう、もう少し腕を大きく伸ばしていきますね。腕の後ろでボールを弾ませていくようにはい、ちょっとゆとりがゆとりがちょっとなくなってきた気がしますが、足先リラックスしてみましょう。で慣れてきた方というのはこんな風に斜めに伸ばしたりもしますが、はい、ちょっとやってみましょうか。こんな感じですね。では最後、はい、ではそのまま腕を止めて膝を曲げて頭を下ろしていきます。でも天井方向に、いかがでしょうか。ちょっとここまでウォーミングアップで体がこうぬくもるかなと思います。だいぶ温まります。まあ、こういう寝そべった状態でするものでありますね。では一度体の方を起こしていただいて、いろんな動きを体験してみましょう。はい、では体一度起こしていただいていいですか。はい、でこれ以外にもこの上にこのようにボックスと言われるものがあるんですが、これも乗せていきます。でここで座っていただいていいでしょうか。座るというポジションも出てきます。でこちらですね、フットストラップに足をこうかけていきます。で足だいたい骨盤幅ぐらいに広げていただいて、まあ、これが、まあ、後ろに転がったりしますので、まあ、これで止めているという役目があります。なのでかかとを、まあ、できるだけ斜めにグッと押し込みながらするとお腹もちょっと引き上げやすくなります。はい、ではここからちょっと骨盤を少し動かすラウンドという動きを行いますね。では、はい、こうやって持ちたくなるんですが上から持ちます、はい、で体を丸めていただいて、ここスタートです。で目線をへそで、このまま骨盤を後ろの方にコロコロと転がしていくように、後ろに転がっていきますね。そうです。でこのまま戻していきます。息を吐いて、はい、では繰り返しましょう。肩下げて、もう少しここつけていきますね。はい、では吐きながらこう波を飛び越えていくようにお腹使っていきます。肩下げて、お腹引き上げて、飛び越える、あ、いいですねそうかかと遠くに伸ばしてお腹引き上げて、こう波をぐーっと飛び越えるように、そうですそうですそうです。あと2回いきましょう。ピラティスの回数自体は非常に少ないです、地味に。かかと柔らかい声が流れるプルプル、ありがとうございますでは今度ですね、はい、フラットこのまま手を上に持ち上げます。でここからしっかりと上に上げて、で手の方ねちょっと伸ばしておきましょうか。こんな風にまっすぐね、こうしていきますね。そうすることで腕がぐーっと伸びてきます。でここでお尻を軽くキュッと閉じます。その状態でフラットバックという動きです。斜め後ろに、はい、どうぞ後ろに倒れていきます。そのまま、はい、後ろにもう一回、もう一回、もう一回伸びながらはい、ありがとうございますお尻小さくして斜めに伸びて、で戻していきます。そうです、さすがです吸いながら、はい、戻してお尻リラックス、ここでお尻をふっと閉じて、はい、いいですね。さらに背骨引き伸ばしながらいい笑顔ですあと1回このお腹のねちょっと横のあたり効きます。で今度はサイドトゥーサイド、お尻スーッともう一度閉じるところは一緒です。このまま右斜め前にこう伸びていきます。で戻していきます。はい、今度反対です。でここのスタジオの観葉植物すべて名前がついてるんですけど、方向を示すためのもので、向こうゴムチと言います。ゴムチの方に右手を
伸ばします。そうです、そう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 、はい、で元に戻して、ここでちょっとリラックスして、もう一度伸びて伸びて、今度ね反対側交互にいきましょうか、はい、お尻として、今度はビューティーさんと言いますね、はい、ビューティーさんの方に伸びて戻します。小ムチです。はい、こうすると腰周りまでちょっと伸びながらいきますね。これはストレッチ。そうですね、背中周り、そしてお腹も使いながらの、うん、まあ腰背部の部分が伸びてくるという部分になりますね。でもウエストはちょっと長くしながら、そうですね、素晴らしいです。はい、では今度ですね、お尻スーッと閉じてツイストという動きします。あちらの壁側の方にツイスト、センターで、ここでちょっとリラックスして、お尻ヒュッと閉じて反対。ではこれにリーチを加えます。お尻を閉じてツイストして、はい、斜めです。こっちに観葉植物ありませんが、こっちに伸びていきます。もっと伸びます、もっと伸びます。お腹引き上げて戻します。はい、ありがとうございます。今度は反対です。そうで、かかとと奥に伸ばしておきましょう。伸ばしたまま、そうです、戻して、ここでリリース、あと1回ずつ、お尻スッと閉じて斜めに伸びて、で戻して、ない動きですね。右のお尻を持たくボックスの方にしながら戻してきます。 OK です。では体を前に、ちょっとストレッチです。腕疲れたと思います。はい、ここで深い呼吸をしてください。肩ちょっと下げておきますか。はい、安心する、ホッとするストレッチでしょ。OK です。では体の方向していきますね。ではこちらのポールをここに置きます。では男性の方が結構好きな動作していきます。ではこちらのね、私の方向いて横座りになってもらっていいですか。ちょうどこのように、はい、左足にこのストラップをかけていただいて、で下にこんな風に足を曲げていきます。で内くるぶしに太もも乗せていくようにします。はい、でこれだけでもこの長さが出ると思いますね。で手を頭の後ろ、今日は頭の後ろで正解です。で頭で少し手の方を押していきましょう。後ろにちょっとこうします。はい、でこのままこの中をウェルと言いますが、ウェルの方に伸びて、頭もうちょっと後ろに、私の方に、そうです、こう伸びていきます。でウエスト長く戻していきます。はい、では繰り返しましょう。そうです、そうです、そうです。かかとは常に鏡の方で戻します。素敵な笑顔ですね。吸いながら、さらに頭の位置高くしても戻していきます。あと1回。はい、ではそのまま今度下を向いていきます。はい、では手をね、ここに、はい、もう片方の手も、頭ちょっと下げます。はい、肘を曲げて、はい、ここでストレッチです。ちょっと失礼しますね。こうするとどうでしょうか。あ、はい、でかかと遠くに、まあ、腹部すごくね使っている意識を持てるかなと思います。はい、では手は頭の後ろです。はい、では壁側の方を向いて、はい、戻してきます。近道しましたね。大丈夫です。ではこの反対側。うん、ここがあることによって伸びるという意識と、後ほど立ってもらった時に背骨を引き伸ばす感覚がね、たくさん感じられるかなと思います。では足にしっかりここのボックスの上に乗せていきましょう。内くるぶしの上に、内もも、はい、では手は頭の後ろ で頭でちょっと手をスッと押してみましょう。そうすると結構まっすぐ、この辺でまっすぐですね。はい、では今度はウェルの中にスッと降りて、このままくぐっと降りてきます。で戻します。でこの尾骨をかかとの方に向けようとしていきますね。そうです。こうするとどうでしょうか。で戻します。でかかとはこっち、あと2回です。さらに両方のウエスト長く、で戻します。はい、こっちは心なしか表情が硬いように見えるんですが、はい、では下を向いていきましょう。下の方に降りて、はい、では手はこっち、はい、頭下げて肘緩めます。こうですね。でかかとは遠くの方に、こっちの方に伸ばしていきます。ちょっといつもと違う伸び方するかなと思いますね。では手は頭の後ろです。はい、では横向いてこちらです。戻ってきましょう。
バッチリですね。はい、ではあります。これがまあボックスを使ったもの、まあ、他にもたくさんあるんですけれども、うん、今の感覚だけでも伸びてるかなと。そうですね。この脇腹すごい。すごい。ぐーっと伸びる感覚があるかなと思います。ではもう一つだけいきましょうか。はい。もう一つと言わずいくつか。またこちらの方、先ほどは寝転がったんですけれども、今度はここでプッシュアップのポジションを取っていきますね。では足をここにですね、ちょうどこういう状態で、で手をこうついていただく形になります。はい、ここに入れますね。もうちょっと前ですね。ここですかね。こうですね。はい、で先ほどのピラティススタンスを、はい、思い出していただいて、かかとつけます。でお尻もう少し下の方に、でお尻ちょっと小さくするようにして、そうです、内もも閉じていきますね。で頭からかかとまでを一直線にしますので、気持ち顎引いて、ではもうちょっと手を広げましょうか。 OK です。でこの状態のまま後ろに伸びていきます。どうぞ。そうですね、こう伸びて戻していきます。見たことあるありますかね。お尻もちょっと下です。そうです、そうです。すごく地味な動きなんですけれども、お腹もう全身使いますね。男性こういう動作好きですね。でバリエーションとしては、このままでプッシュアップ、脇落として、そうですね、で伸ばして、はい、そのまま足を後ろに、このまともあります。あと1回いきますか。曲げて、はい、で OK です。では戻していただいて、今度はエレファント、ずっと伸びる動作でしたので、足をここに持ってきますね。そうです。でかかとにしっかりつけときます。今度下までつけましょうか。で足先をクッとめくっておきます。象みたいですね。はい、でここを広げます。で頭ちょっと下げておきますね。で私の手をちょっと押してもらってもいいですか。ここもっと丸めます。もう一声です、もう一声です。そうですね、この状態で肩を広くしていただいて、かかとでちょっと押します。で戻します。で股関節からの動きにしたいので、肩の位置は変えないまま、はいどうぞ、押して戻す。地味ですね。はい、では吸いながら吐きながら、はい、ではイメージ、ちょっとすいません、お腹失礼しますね。押して、かかとでね押して、こんな風に戻してきます。はい、そう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 、肩の位置変えずに、そうです、そうです、そうです。股関節からの動きになったの、感じ取れますかね。こうすると下腹部も効いてきますね。もうちょっとね、かかと重心に、そうです、そうです、そうです。あと1回いきましょう。はい、OK です。では膝をつきます。見た目はすごく地味なんですけれども、うん、このお腹のあたりがぐっと引き上がる感覚があったかなと思う、はい、腹筋のつりそうな感じ初めてですね。そうですかね。よかったです。ではですね、あの男性がちょっと好きな動き、ストレッチなんですけれども、体は柔らかい方ですか。そんなに柔らかくないと思います。楽しみましょう。では上で立っていただいて、最後ストレッチしておきますね。はい、ではですね、右、手をここについていただいて、右足をこの間にいってきます。で、まだ動いてないです。でもうちょっと足下に。OK です。で、左足をこのようにね、斜めにこう後ろに置いてもらっていいですか。OK ですね。で、かかとちょっと上げてもらって、はい。こうですね。で骨盤の位置ちょっと正します。でもう少し下の方にぐーっと押していきますね。はい、で足がちょっとずれたかな、下の方にもうちょっと、はい、ではこの状態で後ろにスッと伸びていきます。どうぞ。こうですね。おあの遠慮されてるんですかね。かかとでちょっと押していきます。足こうね広げていきます。大好きでしょ。これいいですね。イメージがビシッと伸びてるんです。あ、はい。まあね、運動されてる方なので、あのちょっとこれ結構入れてます。
そうですね。ではこのままですね、膝を下についてもらっていいですか。では足の裏ペタッとつけます。で体を起こしてもらって、でもう少しだけお尻をちょっと前の方にグッと押していきます。はい、この時点でももの前も伸びると思いますが、この状態をキープしたままかかとで後ろに押していきます。あの遠慮せずにもうちょっと押していただいて、はい、大丈夫ですよ。そんな頑張りすぎずに、でかかとで押していただくとどうでしょう。足の付け根の部分と前、はい、めっちゃ伸びます。でここにね、女性の方はすごく好きです。うん、うん、この辺ちょっと硬い方とか冷えとかある方はね、最初皆さんダメダメダメっておっしゃいますけど、でできるだけこのかかとで、ではちょっとだけ失礼しますね。小さくで結構ですね。かかとで押してみましょう。足の付け根より伸ばしたいなと思いまして、笑いながらやっていることはきついですよね。私ね。では左手をね、このまま上に上げてみましょう。でこのまま体側のストレッチするんですが、せっかくリフォームありますのでね、後ろかかとでちょっと押してみましょう。気持ちがいいですね。はい、では真ん中に戻して手をつきます。はい、では残念なことに両足ありますので、はい、反対側も行きましょう。はい、一度上に立ちますね。じゃあちょっとね、右と左でもちょっと違うと思います今。うん、では手をついて、左足ですね。はい、はい、では骨盤こうしますね。はい、ではかかとで後ろにギュー、そうですそうです。で後ろに行く方だけに意識しちゃうと、だんだんこう右の腰がこう広がってきますので、高さ揃えたままでいきますね。で戻します。できたらこのかかとで押していきたいですね。そうすると今聞いてるっていうのがよく分かりました。手を握りました。手はもう置いてるだけ。リラックスリラックスね。そう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 、ちょっとポイント違うだけで本当にこのね、足のかかとの角度とかでもだいぶと違います。なのでその日の体調に合わせてもできるなと思いますね。はい、では戻したら膝の方ついていきますね。ちょっと前失礼しますね。はい、では上の足ちょっと前に乗せたままいきましょうか。はい、でかかと足先しっかりと寝かせときましょう。はい、で体スッと起こして、できるだけ骨盤ちょっと鏡の方に、そうです。ではかかとで後ろに押していきましょう。最初大きくどうぞ、遠慮なく、はい、遠慮はしてなかったですかね。でどうしてもこっちの、ね、下半身の方に意識しすぎちゃうと肩がこう丸くなったりするので、胸の上はちょっと広げたままでいくと、さらに伸びが変わってくるかなと思います。ではちょっと失礼して、じゃあちょっとかかとで押していきましょう。いい表情していただいて、全然多分絵面的には伝わんないですよ。めっちゃきついですよね。私は伝わってます。はい、では右手上ですね。はい、ではそのまま横に倒してストレッチ。はい、ではかかとでちょっと後ろに押しましょう。はい、OK です。まあね、気持ちよくピラティス動きたいな、呼吸止めす。こんな感じですかね。ちょっとあの代表的なものをいくつかしたんですけれども、一度立っていただいていかがですか。足動かして、今のこの感じ、めっちゃ暖かいですね。はい、なので、まあ、男性も楽しめますし、うんうんうん、結構女性がしているというイメージがあるんですけれども、うんうんうん、男性もこんな風にできますし、女性は女性でまた違う動きも取り入れながらするということもできるなというふうに思います。うん、硬くて悩んでる男性の方とかは、はい、ウェルカム。ぜひ、まあ、体幹も効きますし、はい、あと、まあ、こういう伸びる動作もできるので、うん、まあ、全身、まあ、バランスよくできるかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、では今からですね、もみさんにいろんなお話を聞いていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、リラックスしてね、はい、あのわきあいあいとわちゃわちゃと、はい、話していきますので、よろしくお願いします。はい、最初なんですけども、まず最初ですね、こちらのスタジオを作ってみようという経緯ですね、はい、きっかけと経緯をちょっとお話しいただきたいので、どんな感じで、はい、
始まりましたか。実は、個人的にこういうスタジオをしたいという気持ちは、うん、まあ、以前からあったんですけれども、はい、前職でその、まあ、スポーツクラブで勤めていた時、うん、まあ、いつかはこういうこともしたいなというのはなんとなくはあったんですけれども、はい、もう私にはもう無理無理無理と思ってたんですね。で、まあ、でもやっぱり、まあ、どんどんピラティスの指導はちょっとやっていきたいなということで、うん、まずはちょっとけじめをつけようということで、うん、まあ、退職をして、うん、で私の本当に中では、うん、5年後にこういうスタジオを持とうっていう目標を、うん、5年って言われて決まってたんですね、数字目標としては、はい、5年、はい、5年で何かつかめるかなと、うん、まあ安易な考えですけれども、いやいや、もちろん、ね、大事ですからね、5年先にそれ目標、ね、はい、を決めてたんですが、まあ、まあ、それまで、まあ、いろんなコンセプトを細かくこう考えてとかっていうのもいろいろ自分の中ではあったんですが、まあ、いろんなところでこう指導していく中で、まあ、ここのビルのオーナーさんと、まあ、ご縁があって出会いまして、最初はこの下で、まあ、グループレッスン場所を借りてしてたんです、はい、なんか下がレンタルスタジオさんですね。さっきちらっと見たらそうなんやと思ったんですけどね。そうなんですよ、はい、でそこで、まあ、ご紹介いただいて、うん、まあ、1年間ほど指導してたんですね、はい。で、まあ、本当に素敵なオーナーさんで、実はこのレンタルスペースのところに、個人的のに家にあったリフォーマーも移動させてもらい、うん、あ、そうなんですね、持ち道具もそうなんですよ、でデッドスペースがあったので、はい、ここに置かせてもらえませんかみたいな、そしたらどうぞって言ってもらえたんですね。素晴らしいオーナーさんですね。で、まあ、置かせていただき、はい、でそこで指導で、まあ、しながら、まあ、4年ぐらいは、うん、まあ、ちょっとこういろいろ勉強していこう、うん、でまた場所をどこにしようかっていうのを考えようっていうふうに思ってたんですが、はい、まあ、オーナーさんの一声ですね、うん、3階空いてるよっていう声が、まあ、ずっと空いてるので、うん、もしよかったら、まあ、使わないっていう声をかけていただいて、うん、チャンスと思って。いやー、本当チャンスですよね。そうなんですよ。で、まあ、もともといろいろ考えてからオープンしたかったものが、まあ、急にスタジオをするということになって、なるほどね、そうなんですよ。で、まあ、周りの方のサポートとかもあり、無事にここの場所をということだったので、まあ、本来そのスタジオのコンセプトがこう思いがあって、まあ、で作ったんですとかっていうのがなく、まあ、そのタイミング今だと思ったので、まあ、3年前に、まあ、オープンしたっていうのがきっかけなんですね。なるほどね。でそこから、まあ、当時、まあ、オープンするとちょっとホッとするではないんですけれども、うん、まあ、どうしていきたいんだというのを見て、うん、まあ、オープンしてからいろいろ考え始めて、なるほど、ね、で今になってようやくそのどんな方にお越しいただきたいかとかっていうのが、うん、まあ、ようやく形になったかなというような感じです。なるほどね。いやけど本当ね、人に聞いた歴史ありとよく言いますけどもいや、すごいですよね。まあ、けど本当ご縁で、ね、あったっていうのもありますし、はい、まあ、その下のスタジオさんでまずやってたっていうのも一つきっかけだったんでしょうね。そうですね、うん、でそこでまあしっかりやりたっていうのも多分あると思うんで、うん、多分これは本当に下のスタジオでやってもなんか全然ダメやったらダメこの話もなかったと思うんですけども、うん、まあ、ちゃんとね皆さん集客もできて、はい、でちゃんと小野さんもそれ見てたんで多分そういうことを提案してきたのかということもありますので、はい、それやっぱもみさんのやっぱ、ね、活動の一つの 特徴かなと思うんですけどね。ちゃんとやってきた証っていうのはね、ありがたいです。あるので、あ、なるほどね。だけどね、皆さんこうね、やっぱりいや、さっき何年目標しましょうとかって話になってきて、うん、まあ、けど意外とね、けど僕も実はそうだったんですけども、うん、考えてることより早くの方が結構多いですよね。そうですね、意外とこうポンポンってことになってるっていうのがあるんで、本当なんかタイミングっていつかは、ポンといいタイミングの時が来るよって言われてたんですけど、うん、 そうですね、うん、それがよく私には分からないと思ってたんですけど、まあ、今回このスタジオをオープンするときに、うん、これかな、そうです、まさにそうだと思うんですけどね、はい、よくねチャンスの女神つかめそうな話がありますやんやっぱね、そういう皆さんあるんですよね、やっぱ実際つかんだ人がこうちゃんとオープンしてやっぱうまくいってる方が多いんで、やっぱそのつかむためにも最初の目標があったっても大事だと思うんですけどね、5年をちゃんとやろうっていうことがちゃんと明確だったんで、まあ、それにつつ進んでたというのがあって、でそれたまたま前倒しになっただけなんで、それは別に全然いいと思うんですけどねやっぱり人生ってぴったしいかないですからはっきり言ってね、 そうですね、そんな簡単にうまく、ね、計画がいかないもんなんで、まあ、やっぱ最初の思いが出すのって思いがあったのが一番良かったと思うんですけどね、これ多分そういうこと考えてなかったらちょっとやめとこうかなという躊躇もしたと思うんですけどね、まあ、多分そこでちゃんときっかけがあって掴んだってことはちゃんと明確でも広がったのかなってことは感じなんですけどね、なるほどね、素晴らしい伝えきっかけがあったんですね。
はい、じゃあね、先ほどちらっと言いましたけども、はい、まあ、コンセプトですね、はい、で最初ちょっとそんな感じでスタートしていったね、はい、まあ、特にコンセプトなかったっていうか、はい、まあ、始めてみてこうどんどんできてっていった形だと思うんですけども、はい、じゃあ現在のもみさんが考えるこのスタジオのコンセプトはどういう形かをちょっとお話しいただけますか。はい、まあ、ピラティス&ヨガハウスなので、うん、なぜハウスにしたかというと、うん、家のようなアットホームな環境をまずは作りたいというのが一つ、うん、で、まあ、ここに来たらなぜかなんか気持ちが温まる、でそこで、まあ、あの体も動かせる、まあ、リフレッシュができるというように、まあ、温かい空間にまずはするということで、その温かい空間が大人になると、例えば体の違和感であったりとかっていう、小さい頃って保健室に行くじゃないですか。そうですね、はい、大人になると保健室ってないじゃないですか、うん、ないですね確かに気軽になんか話せるようなところ、まずはそこなんですね。なので、まあ、家のような高いところに気軽に、まずはここに行ったら何かを、まあ、まあ、運動するきっかけであったりで、例えばそれがピラティス、ヨガだったらまあいいと思うんですけども、それ以外に例えばまあ、フィットネスクラブに行きたいという方も中にはいらっしゃいますよね。そうですね、はい、でも、まあ、ここよりも、まあ、ベストな状態がそこでできるのであれば、まあ、こういうところでも運動ってできますよっていうご提案ができたり、なので、まあ、ここのスタジオで抱え込むというつもりは一切なくて、皆さんのできるだけお話を伺って、まあ、それにまあお答えできるスタジオであるという風に、まあ、ピラティスだけヨガだけではないっていうことが、まあ、一番の、まあ、メインとなる部分なのかなというふうには考えているんですけど。なるほどね。いや、とてもね素晴らしい話だなと思って、うん、まあ、僕らって運動指導者なんでやっぱ運動を提供しようという考えが強いんですけども、うんうん、まあ、けどお客様の求めてるってそこじゃないんですよね、うん、まあ、運動はやっぱ手法の一つ、うん、まあ、僕やったら筋トレ、うん、もみさんやったらピラティスとかなってくると思うんですけど、うん、それは手法の一つであって、うん、じゃあ何を求めてるかというとやっぱそこに来ることによっての、まあ、さっき言った癒しであるとか、うん、あとは元気つけてもらうとか、うん、まあ、あのモチベーション上げていろいろあると思うんですけど、そこに対しての目標多いっていうのはお客様ってあると思うので、まあ、それに対してのちょっとこうね、あのヨガ、ピラティスあのハウスさんのこのコンセプトの人たちはその空気感だと思うんですけどね、うん、をしっかり提供されてるのはすごい素晴らしいなっていうのはありますよね。まあ、確かに今日入った瞬間思ったんですが、いい空気してるなっていうのがあって、嬉しい。これね本当僕ね、あの結構そういう感じたようなんですけどね。本当ですか。やっぱね、あの僕いろんなスタジオさん、ジムさん本当過去にいっぱい見て回って、うん、もう全国津々浦々見て回ったんですけど、うん、やっぱね、あのいいジムさん、いいスタジオさんっていい空気感なんですよね。これ間違いないです。これはちょっと嬉しいです、はい、まあ、入った瞬間パッと感じたんでねあ、やっぱこういいとこだなっていうのが感じたんで、うん、ですからその今お話しされたコンセプトですごくやっぱりちゃんと提供されてるんだなってことが改めて実感できたんで、やっぱ素敵だなと思ったんですけどね、うん、ありがとうございます。そうそうそう、僕こんなこっちからしますけど結構デリケートですね結構デリケートなことが、ね、感じるんでよく知ってますからねそうですね、皆さんもね、こういう、ね、コンセプトするときはこういう空気感も作ってほしいなっていうのが一つポイントですよね、うん、やっぱ常に目的指標になっちゃうんですけども、やっぱこの空気感とか存在感、まあ、もう遺産っていう存在感あるってのもすごく大事なところだと思うので、こういうのを皆さんもね、あのもしよかったら参考にしていただければいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、次ですね、はい、ちょっとね、生々しいお話を、はい、ちょっと峯岸といえばこれっていうねおなじみのこれシリーズになってきましたけども、はい、ちょっとお話を伺うと思うんですけども、はい、まずねスタジオさん、はい、先ほど、ね、きっかけあってできましたというところだったんですけども、はい、じゃあ初期費用ですね、はい、まあ総額で大体結構なんでどれぐらいかかりました最初の費用っていうのは。個人的に全部、支払いしてるっていうのは、うん、大体200万ぐらいですかね。なるほどね。全部器具全部合わせてですね。まあそれも全部内装も全部込みですか。全部込みですね、はい、はいはい、まあ、けど内装もちろん最初はこういう感じじゃなかったんですか。全然もう最初綺麗やったから、あ、もうスケルトンですね、はい、あ、そこは作ってたと、はい、なので、まあ、の場所によってはそのコンクリートの上にもそのまま壁紙を貼っている状態になっているので、ちょっとヒヤッとするところもあるんですけども、まあ、それは気にせずというのと、あと押さえているのが、まあ、上なんですけども、まあ、天井ね、はい、コンクリートで、前にここのスタジオの前に、まあ、10年ぐらいまで入ってた方、断熱シートとか全部貼ったままだったんですよ。なのでよく見ると文字があるんですよ。あ、なるほどね、その上に、はい、あのオナさんに許可を得て塗った、あ、
ていう状態なんですよ。 なのでその分費用が少し抑えられたっていう、はい、なるほどね。いやけどすごいパッと綺麗なね、すごい作りが多分お金かかったんじゃないかって僕は思ってるんですけどまあけど金額と入れる何百円200万やったら、まあ、そんなにめちゃくちゃかかったわけじゃなさそうですけどね。100万はもともと器具は自宅にあったものとかを、ね、まあ、このバレルもチェアも自宅にあったものを、まあ、運んできたということ、あとリフォーマーは私の中で、まあ、1台しかなかったんですけど、もう1台は知り合いのトレーナーの方が今はまあ使っていないので、使っていくいいよという、あの家にあるとちょっと邪魔なのでっていうことで、まあ、持てるないということだったんですね。ではちょっとお預かりしますということで、ね、お預かりの供給がぴったしだったんですね。そうなんです。なるほどなるほど。あのリフォーマー欲しい欲しいって言ってたら、じゃあお借りしますということで、まあ、3年ずっと私が使ってるんですけどいやけどね、使ってもらえたらねいいと思いますから、ちょっと貸し寄りでも送っとけばねいいですから、いつも仲良くしていただいてます。なるほどね。そうなんです。なのでそういうのもあって、なので結局その器具代とかちょっと安くできるっていうことですかね。なるほどね、はい。まあ、ちょっと僕ね、ピラティス業界のことは知らないんですけども、はい、まあ、一般的にじゃあそのリフォーマー 3,4 台とか置くとこを作ろうと思ったら結構やっぱお金ってかかるものなんですか。そうですね、全部ゼロから揃えるって話になってると、ゼロからとなると、まあ、リフォーマー1台で、まあ、あの器具のメーカーさんによっても違うと思うんですけれども、まあ、80万から100万ぐらいする器具もあれば、まあ、少し、まあ、手軽なリフォーマーっていうのも今出てきてるので、まあ、幅は広いんですけど、まあ、あの個人的にはちょっとこのリフォーマーに使っているとの折りたたみ、やっぱりグループレッスンするためには出したものっていうのは難しいので、で折りたたみでって考えた時に、まあ、この器具を今使っているんですけども、なので、まあ、その出しっぱなしにできるのであればまたちょっと安く下げる、やっぱこのやっぱ畳めるっていうのが大きいんですからね、価値的には、ね、あ確かに、まあ、けどね、こちらのスペースさんね、先ほどおっしゃったらグループレッスンやるというのが、ね、はい、一つのテーマなんで、やっぱりまあ、はい、リフォーマー使うときとグループレッスンにこれ分けてやらなくちゃいけないと、だったらやっぱ畳めてしまえると、そうですね、大事ですもんね、はい、なるほどね。じゃあ、もみさんで言えばこのやっぱりこのマシンのこだわりはそういうところにこだわってたというところですかね。そうですね、確かに、まあ僕らは筋トレ業界なので、まあ、筋トレマシンもいっぱいね、ある中でやっぱ器具ってこだわりたく、ね、なってくるのがありますもんね。まあ、本当はもう違う器具をね使いたいっていうのもあるんですけれども、まあ、今のこの環境でのベストはそうです、ね、この器具かなというふうに思って。なるほど。じゃあ、ちょっとね、まだ突っ込んだ話を聞いてみますけども、はい、まあ、200万かかりましたと、はい、でその200万はもうご自身の貯金とか、まあ、どういうふうに用意されました、まあ、融資のパターンもあったりとかね、はい、しますし、まあ、貯金される方もいますけど、はい、どんな感じで用意されました。個人ですね。あ、じゃあもう貯めてっていうことで。あと、まあ、まあ、旦那さんにもちょっと、サポートしてもらったりとかっていう部分ですね。なるほどね。じゃあ、まあその貯金していく過程でやっぱりその、まあ、貯金ってやっぱ難しいじゃないですか、何も言うてもね、まあ、どういう思いがあったらこう貯金できたっていう何かコツってあります、お金貯めてたなっていう開業式の中で。ピラティスが好きだったので、やっぱそこですね。ピラティスの研修を受けるためには費用がかかるので、まあ、レッスンもしてっていうのもありますし、そうですよね、バージョンアップもしなくちゃいけないですもんね、勉強してね。なので、まあ、そこの部分をずっとやりくりしながらという部分だったんですけども、まあ、あとその、まあ、私はすごくあの主人がいてるので、まあ、最初稼ぎがなくとも最終的に主人がね、いろいろとサポートしてくれてるっていうのがあるので、まあ、そこまで、まあ、形にしやすかったっていうのはあると思うんですね。やっぱ旦那さんの理解ってそこはね、サポートって大きいですよね。大きいなと思います。いや、それもちろん大事だと思いますし、やっぱね、生活がある中で、まあ、僕も結婚しますけども、やっぱり生活がある中で自分のやりたいこととかをやっぱり実現していくときやっぱりまずパートナーの ね、 そうですね、理解できるのが必ず必要だと思うんで、あと皆さんも多分ね、あの開業したいとかって思ってる方で、やっぱそこ皆さんが悩んでる方結構多いと思うんですよね。あのやっぱ出したい、例えば女の人も出したいとか自分もしたいけども、けどやっぱり家のこととかあるとかね、生活のこと考えたらリスク高いから、ちょっとやっぱやめとこうかなっていう方結構いらっしゃると思うので、まあ、そういう方に考えたらこうね、もみさんみたいにちゃんとね活動されて行動されてっていうのがすごく勇気になると思うんですけどね。そうですね。ね、そうそうそう。まあ、勢いっていうところありましたけども。だけど勢いって大事ですからね。いや本当だけど、ジムスタジオって勢いなかったらできないですよね、正直ね。勢いと温かいお客様。そうですよね。ですね、これ本当この2つがあったらね、本当にやっていけるというか、やっぱ最初はやっぱ皆さんもちろん不安なんですけども、やっぱやればやろうとどんどん楽しくなってくるというかね。
という形になってくると思うので、まあ、そこさえ乗っていけばもうあとは安心なんですけどね、うん、やっぱりやってよかったなっていう結論になってくると、ね、なので皆さんも最初第一歩ね、このご視聴者の方の第一歩に何とか踏み込んでいただければ嬉しいなと思いますので、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、次ですね、実際経営の話をお聞きしたいんですけども、はい、まずじゃあこの経営して、まあ、最初ね、はい、スタートしましたけど、なんか苦労した話をちょっとお聞きしたんですけど、どんなことで苦労とかしました？まあ、一番の苦労というと、まあ、無計画で教えるので、最初はやはり集客という部分は苦戦しました。なるほど。で、その苦戦したのはしたんですけれども、あまり危機感がなかったんですよで、危機感があったのは、うん、まあ、オープン当初から来られてた多分お客様だったと思うんですけれども、まあ、来られた方に、うん、ここ大丈夫よねっていうお客様の心配だっていう1年間ぐらいそれをひたすらこういろんな方に言われて、本当にそれは温かく見守ってくださってたからのところだと思うんですけど、その時に走ってたのは大丈夫です、うん、今のところ、うん、潰れる予定はないですっていうふうに1年間言い続けていて、はい、これはダメだなと気づいたのが、まあ、ちょっとオープンしてだいぶ経ってからだったんですけど、今思うと、うん、すごく苦労したっていうふうな感覚はないんですけれども、うん、この3年少しの間で、うん、苦労といえば多分そこの部分だったんだなという、うん、なるほどね、うん、まあ、もちろんね、集客って、まあ、僕らもそうですけど、まず一番テーマになってきますからね、お客さん集めなくちゃいけないと、うん、ね、家賃も光熱費も買っていく中でね、もちろんベースがいるわけですからね、うんうん、まあ、キョパケのモミさんの人柄だったんですけど、お客さん心配してくるっていうね、これ最強ですからね、本当申し訳ないなというふうに、いやいや、これはやっぱね、キャラクターとね、やっぱ存在感だと思うんですけどね、そういう、ね、スタジオさんでやっぱね、愛されるスタジオさん多いですよ、逆にね。でもあまりやってはいけない方だと思うんですけど、経営者としてはね、そうなんですよ、本当に冷静にはそうなりますけどね、まあ、けどそこのね、ゆみさんの一体感、まあ、これもね、一つグループ化っていうかね、もみさんのスタジオですけども、もみさんのと仲間たちのスタジオっていう一つの連帯感が生まれていると思うので、うん、それで皆さんサポートしてくれる、心配もしてくれるというのは、多分お客さんにとって本当に必要な場所なんだなってことを多分感じていただいていると思うんですけどね、だからちょっと心配してくれるとね、人生の諸先輩の方いっぱいね、本当にありがたくて、本当にいつもありがとうございますという、ね、そうそうそう気持ちのみです ね、まあ、けどだからこそ僕らも頑張りますよね、だからじゃあいい、ね、施設にしよう、いいスタジオにしようと思っていろんなことこうね、はい、やってたりとするというのがありますもんね、はい、うん、じゃあその後じゃあ集客頑張ってみようと思って、はい、じゃあ現在の集客の一番のベースって何がありますかね、方法としては紹介なんですよ、やっぱ紹介なんですね。で、実は私はまだホームページがなくて、あ、そうですね、結構僕見学したんですけど実はあれあれと思ったんですけどね、ないです、はい、で、ブログを一応なんですけど、ちょっと今かけてなくてなので、実際そのフェイスブックページとインスタに少しアップしているっていうもの、はい、それ以外は本当に口コミで皆さんの紹介の方で、で、お電話いただける方も、うん、ほとんどの方は誰々さんが通っ、ピラティスしてるっていうのを聞いて、でご本人は何も聞いたわけじゃないんですけど、スタジオ名を聞いたので、ちょっともう個人的に電話しましたみたいなことで、なるほど、そうなんですね、口コミのみ、なるほどね、まあ、一番口コミで最強のツールですからね、集客だったら ね、はい、だらいろんなものをこうぶっ飛ばしてる集客ね、ぶっ飛ばしてボーンと口コミ来てるってことはいいことですけどねあちこちこちしなくていいですからね、そうなんですね、まあ、ホームページは作らないとなって思ってもだいぶと経つんですけどまあけどこと足りてるんでしたらね、別にいいと思いますし、まあ、確かに王道で言ったらね、ホームページ作ってとかインスタグラム頑張ってとかそこから導入してってホームページつなげるって話がありますけども、けどこれもちろん集客できてたら問題ないわけですからね、片口ではめるわけじゃないですからね、これは。まあとね、まあ、僕も今冷静に聞いた中でいくと、やっぱりもみさんの集客はそれで一番合ってると思います、やっぱりお人柄で引っ張った方がいいタイプだと思うんでねそれに関しては多分絶対合ってると思うんですけどね、うん、これ僕もいろんなジムさんとかスタジオさん聞いてきて、やっぱり皆さんいろんな集客を みんなバラバラです、さっき言って、そうですか、はい、もうがっちり SNS やってるところとか、うん、もう完璧マーケティングやってるところもあれば、うん、まあ、もみさんみたいに本当別にやってなくて紹介ですって方も結構いらっしゃるのがあるので、うん、だからそこに関しては、ね、手法の固定化ってないと思うんですよね、うん、やっぱ集まってくる要素がちゃんと今人って集まってきますし、でちゃんとそれでいいもの提供してれば、うん、ちゃんとお客様は呼んでくれるという流れになってくると思うので、うん、それが一番僕の集客のベースなのかなっていうのは
感じてますけどね。まあ、だからまあ紹介ってやっぱいいですやっぱり。そうですね、ありがたいですよ ね。でまたあのお客様同士のこうどんどんつながりみたいなものも、ね、本当にこのスタジオってあるんですね。なのでまあ例えばあの小さいお子様もここはもう自由にあのお越しくださいっていう、ただ会なんですけどっていうことをご了承いただけたら、本当に赤ちゃんから本当にあのまあ幅広く、そうですね、来られてるんですけど、お母さん同士が仲良くなったりとか、ありますよね。と赤ちゃん、まあ、出産されてから来られた方が、まあ、例えばお子さんの、まあ、病院とか、であと、まあ、保育園とか、あの探してるという時に、まあ、ママさんの先輩方ですよね、が、あ、ここにこういうことあるよとか、でここの先生いいよとか、ここの保育園に一回行ってみたらどうとかっていうつながりができて仲良くなったりとか、いや、そうですよね、そういうのを見てた時に、あ、やっぱり私はこういう風な環境を作りたかったんだなみたいな、それが徐々にまあ口コミになってるかなというふうに最近はちょっとようやく気づけるようにちょっとずつなってるんですけど、そうそう、本当だからそのコミュニティ化をしっかり作ってで、その人代表になってるから一番いい形なんですよね。まだ最近のような兆候はそうですからね、やっぱグループかコミュニティか作っていきましょうというのが、まあ、時代の一つの流れになってきたん で、そこに皆さんが集まってくる、で情報も人もお金も集まってくるっていう流れで、こういろんな発展していく形になっていくと思うので、ですからそれね、いざこういう場所を使って体現されているということなんで、ですから多分価値も高いんですよね。であと皆さんあのいろいろな人呼びたくなってくると、これね、それがなかったら意外と人って呼ばないですよね。自分のいいところってね、隠す人もいらっしゃいますけども、自分にメリットがあってもっと人を広げた方がメリットあるなと思う方に関してはどんどん人呼んでくるって形になってくるんで、で集客つながっていくと、いうことになってるんで、だ自然と言いながら作ったんですよね、こうやってコミュニティが作ってるっていうのがあると思うんで、まあ、なんか今聞いてて、やっぱちゃんとあの多分意識しないけども、ちゃんと経営のこと考えてるなって思いましたやっぱり。これがですかね。理論だけなら僕苦手だと思うんですけどね。僕理論だけなりますけど、もう多分考えたらすごいピタッと今のことに合っている形を作っているというのが、今聞いても感想を持ったんですけどね。はあ、やっぱ感覚でなんかできるっていうのがあるんで、素晴らしいなと思うんですけどね、それは。はい、今ちょっと今の話出てきましたけども、じゃあ、経営してて楽しかったことっていうのをちょっとお話しいただきたいんですけど、どんな感じで楽しいですかね。もう本当にここのスタジオに来ることって私毎日ワクワクしてるんですけど、で今もほぼここにいてたり、まあ、外部指導とか行くことはあるんですけども、ほぼスタジオにいてる中で、なぜかというとやっぱりお客様に会えるということ、でそのお客様がその今よりも例えば、まあ、過去と今と比べると数ヶ月前よりも今の方が例えばいい笑顔になっていたりとか、でそういうまあお客様の変化、で時にあのここに来られてすごく涙する方とかもやっぱり女性の方なのでね、やっぱりいらっしゃるんですけども、でもその時にもそれ泣いてる時もあれば本当に元気になってくれる時もあったりとか、なのでそういう毎日ちょっと違う変化がある、お客様とお話しすることによって自分自身もすごくいい勉強になったり、あの人生の先輩方も多いのでたくさんのことを教えていただいたりとか、それがすごく本当に楽しいというか、なので毎日ああもうしんどいからっていう日はあまりないっていうか、ね、来るとまた新しい何かが広がるっていう、なのでそれがやっぱりこういうスタジオしてて楽しい、今自分自身も楽しいことかなというふうに思います。だ本当に人からエネルギーもらうというかそういうことですよね。本当にそう、これはね僕も感じてますけど、やっぱり本当にお客様からねいろんなことを、まあ、情報であり、ね、感謝であり、感動でありということをもらえることが僕らすごく指導者としてはやっぱりエネルギーになっていきますよね。そうですね、だからこう楽しくやれるとかね、あのやっぱり仕事ってまあいつも思うんですけど、楽しくやっぱやんなくちゃいけないなと常々思ってて、でそれがあるから伝わり方もそうですし、やっぱお客様も伝わってくる、でお互いいい感情が生まれてくるからこう相乗効果でみんな元気になっていくという形になってくるのかなと思うんで、ですからまあ元気をもらって元気を与えるってことからうまくこう交換できていったらセッションとかも整理していくのかなっていうのがありますから、まあ、なんか楽しいですよね。楽しいですね。僕も本当深夜2時ぐらいまでいますからね。朝7時ぐらいずっといますからね。心地いいですよね。心地いいんですよ。やっぱ自分の空間で ね、楽しくてっていうのが。やっぱりあの好きな自分自身が好きな空間にきっとしてると思うんですよ。そうですよね。なのでなんか、まあ、もちろん自宅も落ち着きますけども、あの
もう一つのなんか自分自身のお家じゃないんですけど、そこでできるっていうすごく幸せなことだなっていうふうに、そうですよね、オープンした時よりも今の方が強く思います。浸透してきますもん、なんだろうね、味が出てくるとね、なってきますから。まあ、ご視聴者の方もね、やっぱこういうことをね、こう感じるような、このやっぱジムであり、こうスタジオであるというのがポイントだと思うので、ですからね、皆さんもぜひともこうね、勇気を出してね、出していただいた方がいいかなっていつも思うんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、じゃあちょっとね、この視聴者の方はですね、はい、一応まあこれからマイクロジムを作りたい、はい、まあ、あとはこういうスタジオを作りたいって方が、はい、視聴される方が多い番組なんですけども、はい、ちょっと視聴者さんにそういうアドバイスですね、ちょっとあったらもみさんから、まあ、簡単で結構なんでお話していただきたいんですけど、どんな感じでありますか。はい、はい、まあ、本当に、まあ、長い人生の中で、まあ、でも人生って一度きりなので、まあ、ご自身でこうやりたいという気持ちがあるのであれば、必ず叶うものかなというふうに思ってます。で、私自身もそうでしたし、なんとなく夢をこう描いてだけではなくて、それをいかにこう形にするかっていうことを考えていけば、自分の好きな空間っていうのはできると思うので、まあ、作るだけではないですし、作ったのがゴールではないと思うので、その先にあるお客様の笑顔であったりとか、あとどんな風にこういう、まあ、健康という部分、運動という部分を伝えたいかという方のことを思い浮かべながら、こう、まあ、実現してもらえたらなと思うんですけども。ね、いや、本当そうですよね。やっぱね、自分のね、思いを少しでもあるんでしたらね、やってみたいとか、ね、やっぱ憧れとかあるんでしたらね、まあ、ぜひとも本当ね、まず一歩、第一歩ですよね。けど、もみさんも下のね、ヨガ、ね、レンタルステージ、ね、スタジオが始まって、始まりましたもんね、そこから。本当にどこでご縁があるかっていうのがわからないので、まあ、全ての場所に縁、ご縁があると思って、ね、一つ続けていく。で、最低でもやっぱり活動っていうものを、私はまあ、外部指導とかでも3年を区切りにしていってるんですけど、最低絶対3年は続けるっていう気持ちで全部やっていってたんですけども、そうすると必ずご縁っていうのは最終的に形になってるので、今もそのご縁はつながっていってるので、なのでまずは続けていく、やるべきこと、できることを続けていくっていうのが、まあ、一番の近道なのかなっていう風な気がします。いや、本当ね、ご縁って大事としいですし、まあ、今回のこのもみさんとのこの取材もね、ちょっとしたご縁があって、ちょっとしたご縁があって、まあ、トントン話で僕からちょっとお願いして、こういう撮影が実現されたというのも、これもご縁ですもんね。そうですよね。その前も長いね、いろいろお付き合いがあっての話で、こうつながっててピタッとこういうことができてくると、ハマりましたね。ハマりましたね。感動ですよね。僕もそういうご縁とか感動で大好きなんでね、やっぱ人って面白いなと思ってね、どこでどうつながってきて人生どう変わっていくか分かんない、多分また今回の撮影でまたいろんなご縁が生まれててとかで、またいろんな紹介したりとかね、つながっていく可能性も出てきて、で、仕事の幅がかかったりもしますからね。皆さんもそういうことをね、一つ大事にしていただいて、自分のね、目標とか思いを、実現してもらったらいいかなというふうに思いますね。はい、はい、はい、じゃあ今日もね、ちょっと長々と話しましたけども、本当この度はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、まあ、告知とかなんかないですか。なんか宣伝とかよかったらしておきますけども、なんかあれば、はい、エラスティバンド、あ、もちろん、はい、いいですか。はい、ちょっとじゃあ持ってきてもらって、はい、はい、今ちょっともみさんがね、ちょっと扱ってるバンド、まあ、エクササイズツールですね。はい、ちょっとこれご紹介していきたいと思います。はい、はい、でまずこちらですね。はい、こちら、エラスティバンドと、はい、エラスティバンド、はい、はい、います。はい、どんな形で、このように8個のこういうポケットがあるバンドを、あ、ここに間が空いてるんですね。そうなんです。あ、なるほど。で、まあ、もちろんピラティスに今使うということで、昨年から、まあ、ピラティスの私の師匠であるヒューゴ・コダーローさんが、こちらのエラスティバンドを、まあ、フランスから、まあ、日本で、ああ、もともとフランスのものなんですか。そうなんですね。おフランスなんですね。なんか高級そうなおフランスですね。はい、はい、こういうものですね。はい、なんですが、まあ、それを、まあ、数年前にこちらの方に持ってこられたんですけれども、うん、まあ、ピラティスに使えるよねと、うん、で、普通のバンドになると、うん、まあ、手が滑ってしまったりとか、握るということで、手に力が入ってしまうということがあったので、ね、うん、まあ、これは手をこのように
まあ、スポンと入れれたり、はい、するので握らなくてもいいということが大きいですよね。で手であったり足にかけてということで、これを、まあ、ピラティスで、まあ、できないかということで、で、まあ、いろいろマニュアルを一緒に作らせてもらったりとかということで、まあ、昨年からのこれのピラティスの、コースを、ああそうなんですね、まあ、指導者の方もちろんなんですが、まあ、ピラティス愛好家の方ですね、の中でうちのお客様も、ああそうですね、めっちゃいらっしゃいますよね、はい、あの受けられていて、まあ、より自宅でするのに使い方を教えてほしいとか、まあ、レッスン以外でも細かく知りたいという方が、まあ、あのピラティスの指導者ではないけれども、うん、まあ、もっと知りたいよ、深掘りしたいよという方にもできるように、まあ、あの軽く研修を、まあ、4時間の研修なんですけれども、まあ、レベル1のコースをしたんですね。で今はあの4月、まあ、春以降ですね、これのパーソナルトレーニングバージョンということで、まあ、コンディショニングであったりとかという部分で使えるように、でトレーナーの方にも皆さんご紹介していただきます。あ、でもぜひ私が、はい、そうぜひ皆さんに宣伝バンバンしていきますので、はい、非常にピラティスでもでルールというルールがないんですね。まあ多岐多様に使える形ですね。そうです、自由に使っていただけたらというのが、まあ、一番の、あのヒューゴ先生の思いでもあるので、まあ、それの、まあ、一つお手伝いとしてピラティスパーソナルトレーニングということで、まあ、あの研修はさせてもらうんですけれども、ね、まあ、自由に使えるものになるので、はい、今これを一緒に作り上げてます。なるほどね、はい、こちらどこのただ情報を取ろうと思ったら情報サイトとかあるんですか？ですね、今あの Facebook ページの方にあるんですけれども、はい、エラスティバンドジャパンというふうに、なるほど、はい、はい、ところで、まあ、主にちょっとしてるんですが、まあ、これからのヒューゴ先生のホームページとかにも、あの載っていくかなというような形で、まだまだちょっと準備段階にはなってるんですけども、はい、メインとしてはちょっと Facebook での配信というふうにさせてもらいます。うん、はい、だからこちらの方にこれやってほしいですけど、こちらの方に出しておきますので、あのこちらでまたよかったら、これやりたかったらしようかな。これ動画あるんですけどね、これやりたいっていうね、あのはい、あのこちらで出しておきますので、はい、お願いします。こちらの興味とか、こちらの情報を取っていただくという形ですね。はい、はい、了解しました。はい、じゃ皆様ね、これまた新しいツールをね、どんどん使っていただいて、ね、皆さんご自身のね、指導のまた幅を広げていただければ嬉しいなというところですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃ今日はこれね、終わりますので、どうもいろいろありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご視聴者の方もね、またよかったら、なんかね、悩みとかね、もし相談事があったらまた僕の方に言っていただければ、またもぎさんも連絡しますので、それでスタジオのなんかいろんな悩みとか聞いてまた送って、はい、返事もらうようにしますので、よかったら送ってください。はい、では今日はこれで終わります。さようなら。